私にききまどってきた男です。私が駅に到着するとバイク置き場の近くで男が現れました私が郵便物をポストに投函するために遠回りをしましたすると男は電話をしているふりをして私より先に駅に向かいました男は先に駅に向かったのですが自動販売機で飲み物を買い私を先に行かせます そして何をしていたかというと観光案内か何かの掲示物を見て時間を過ごしていますこの時電車が1本到着していたのですが彼は電車に乗るそぶりは見せません駅構内を右に左とうろうろ徘徊するだけです 駅舎から出ると彼は外にある観光案内の地図を見て時間を潰しています結局彼はご覧の通り地図の横で座り込んでしまい2本の電車が来たにもかかわらず上り線にも下り線にも乗らずにこの場で座っていました私の行動を監視していただけです この男は私がレジに並ぼうとしたところを突然現れて私の後ろについてきました。イズナンバー1818 18のクラウンでした。黒縁眼鏡の女が犬と一緒に通過していきます。使っていないみたいです。警察車両も通過していきました。 それでは今月はこの辺で失礼いたします。